MBS はい、三宅です。ちょっと話変わるんですけれども、昨日大阪府 の公立高校 の入試の志願倍率の中間値が夕方で発表されたかなと思うんですけど、全日制で去年の同時期に比べたら少し倍率下がってるかなと思うんですけど、そのあたり私学無償化の影響などを含めてどうお考えでしょうか。はい、私学無償化によって今まで私学には選択肢として行けなかったけれども、いろんな家庭の事情と経済事情ができなかったけれども、やっぱり目指したいという子どもたちの選択肢は増えていると思います。でそろそろそれと裏を返す形で、その公立高校の志願倍率が減っている、そこに影響を受けるということもこれは事実として、あるのであれば、やっぱりそこは公立高校としてもよりじゃあ選ばれるように教育の質を高めておく、切磋琢磨してより良い公立教育を目指していくということに、力を尽くしていくべきだというふうに思います。それで知事が、予想されてたぐらいというか、倍率の思ったよりも低いと書いてあります。倍率までは当然予測はできないですけれども、やっぱりそういう一定の傾向は出るだろうと思ってました。なので実際出るでしょう。だってなかなかそのお金のあるなしで効率私立分かれるのは僕はおかしいと思っているので、これは完璧ではないにしても、やっぱり子どもが行きたい学校に行けるような社会を目指したいというのが基本的な考え方ですから、そういった意味ではやっぱ今まで行けなかったけど行きたいという子どもたちの選択肢が広がるということにつながっていると思います。それは同時にただ効率と私立のやっぱり切磋琢磨、これがより必要になってきますので、効率としてより良い教育を目指していくことが重要だと思います。でこれは最終的には子どもたちに返ってくるから、より良い教育環境を作るっていうのはやっぱ子どもたちにプラスのことなので、僕はそこは大きな全体の方向とすればいい方向に向かっていると思います。